姉の萌さんは今でも実家住まいで、たまに遠征先から理香さんが帰ってくるとお部屋がすごいことになるそうで、スーツケース置きまくりだから7個とかでグワーッとなってるんですけど、7個、朝起きてきてリビングに行ったらもうスーツケースまみれでこう踏み場がなくってみたいなって買ったり、逆に出発したらガラーもうめちゃくちゃ綺麗になりなるほどなるほどそっから感じになる。別の日スタッフがお邪魔した時も、こんなスーツケースがあるの、服も入ってますし、スケート靴とかを何足も入れたりとかしてますし、あとコスチュームとかも 何枚も入れるんで、結構大きなのは入れます。大変。継続の部分はこの黒いカバンもなんかポーチみたいなものですか。これはあの超音波で、超音波、ああほぐすの、捻挫や関節の痛みなどを和らげるため患部の奥まで直接温めることができるという超音波治療器。例えばここが痛かったりしたらジェルつけてこういう風にやって15分ぐらいやったりしたら治りが早くなったりするんで、スーパー18歳さん、体調管理には超ストイックで、スタッフが用意した軽食もこれはやばい、そんなストイックなんだ。スーパー18歳さんはスタッフが用意した軽食にもこれはやばい、これはやばい、418カロリーだった、こっちの方がお腹いっぱいになるもん2つで、どれだけなんかお腹いっぱいにさせるかっていう、いかに少ないカロリーで。そのためおにぎり1個選ぶのにも5分は成分表示を熟読。例えばラーメンみたいな、もう人生終わったってな、カレーだった、ダメでしょ、ちなみにこのお店、優しい姉萌さんが事前に探したお店で低カロリー低脂肪のメニューが多め、そのため理香さんも数年ぶりに担々麺を一口だけ、この麺ってこの味や、そういえば同じ味でした。